はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回皆さんに一つ良いお知らせがあります。特に生徒さんに。実は花徳という広州の北空港の近くにある工場地帯があるんですが、その工場地帯にあるスクールバッグとかバックパックとか、要するに子供用、比較的若い人用のリュックを扱っている工場の方から、今度工場で撮影してもいいという許可を得ることができました。やったー。行ったこと一度あるんですけど、工場地帯って大きく分けて広州に2カ所あるんですね。ここに空港があって、で、この下の方に樹高という川が横に流れています。真珠の樹に、江戸の江と書く樹高ですね。で、広州品館は簡単に言えばここにあるんですよ。広州品館、頑丈ピンパンって言うんですけど、で、このホテルからちょっと北行ったところに三元里という川の市場があるんですが、こちら辺に白雲という場所があるんですね。白雲区という場所があるんです。この白雲区と花徳っていうところなんですが、花に都会の塔に区。この花徳っていうのが空港の近くなんで、広州品館からだと片道、途中で1回電車乗り換えると1時間弱で行ける場所、タクシーに乗っちゃうとやっぱり1時間ぐらいなんですけど、今回やり取りしていた、英語が通じる方なんで、やり取りしていたアリスさんという女性の担当をしてくださっている方がいらっしゃって、その方のオファーにより実現した話なので、アリスさん様々ですね。日本語も話せるし、中国もちろん話せるし、英語も話せる方なんで、本当にコミュニケーションがしやすいですね。花徳にがっつり入ってくってこと今までしたことなかったんですね。っていうのも、だいたい今までの自分の行動範囲ってだいたいこのエリアだったんですよ。広州品館を中心として三元里を一番北として、東西南北っていう感じで動くことが多かったし、万菱があって、リーワン広場があって、こっちに文房具の市場とかがあって、あとこっちに車の市場とかがあって、ここに生地街があってとか、だいたいこの広州品館ほんと中心として楕円を描くような形の行動範囲で、もう十分いろんなものっていうのは見れたんですが、やっぱり今後工場地帯の人たちともっともっと仲良くなっておく必要があるなっていうふうに感じているんです。というのも、我々が行っている物販って大元は工場という製造現場じゃないですか。で、この工場に直結した、もう直接売っているような直販の場所があって、その先に卸があって、で、その先に例えば小売1があって、で、その先に小売2があって、で、それがお客さんの元に届くっていう感じ。で、我々が行っているAmazonの物販ってお客さんに届く直前なので、要するにここがAmazonなんですが、じゃあどっからこのAmazonに売る商品を仕入れるのっていうと、基本的にはだいたいここかここなんですよね。当然なんですけど、そこの前のどっかから仕入れる必要があるわけで、で、ここら辺で出してんのが、例えばアリババだったり、アリババというインターネットのある種業者向けの小売だったり、卸だったりだとか、あとは広州卸市場ですね。広州卸市場だったりするわけです。でも、結局ここに卸してるのってどこなのって考えていくと、この工場になるわけですから、やっぱりこの工場と直接取引をする。なかなか難しいんですよ、これって。でも、これが一番安上がりだし、いろいろな要望っていうのも迅速に対応していただけるし、非常に便利かつ有益なことなんですよね。ただ、この卸業者にあなたの工場どこって言っても、教えてくれないことっていうのが往々にしてあります。こっちのことを教えちゃうと、我々が直接こっち行っちゃうからですね。やっぱり自分を介して購入してもらった方が、彼らにとっては商売になるわけですから、あんまり教えたがらない。でも、ありがたいことに、自分で時々、こっち側の人たちから、どういう経路で自分のことを知ったのかわからないんですけど、直接連絡が来るんですよ。先日も、かなり有名な物販ツール、近いうちに紹介すると思うんですが、転売用のリサーチツールの会社から直接メールが来たりだとか、そういうことがあるんですよね。だから今回も、その流れでやり取りをしていて、だからそこを逃がさで置くべきかという感覚で、自分も、自分は生徒がいるんで、生徒のためにビデオを撮りたいということでオファーしたら、もちろん OK みたいな感じで許可をいただいたってことです。自分は要するに、だんだんこっち側に近づいていきたいんですよね。とにも
も書くにも直接取引をするっていう意味もあるし、最終的には自分がこの工場と完全にしっかりとしたね契約を結ぶことができれば、生徒さんも自分という一人の人間、まあ講師という人間を通して直接やり取りできるようになるわけじゃないですか。やっぱり生徒さんからしても、自分が例えば 10% もらったとしても、直接卸業者や小売業から買うよりももっと安く商品を買うことができるし、直接やり取りするわけだから安全性も高いし安心感もあるし、当然ながら自分が入ってることが一つの安心になるわけですよね。だって自分を変な業者とか変な工場って紹介しないですから、生徒には。信頼関係があってこその話なんですが、こういうシステム作りっていうのもやっぱり講師として行っていくことが、自分のコンサル受けると物販のことが分かると、中国アメリカの商売のやり方が分かる、まあそれはコンサルなんで当然なんですけど、それだけじゃなくて、ある種特典的な立ち位置で、公衆卸所ツアーもそうなんですけれども、この工場と直接やり取りをする権利がもらえるというか、やり取りできるようになるっていうのが、かなりの醍醐味になるんじゃないのかなと思いました。というわけで、今回は広州の工場の撮影許可っていうのが1件得られましたので、あまりにも嬉しくって、行くぞーっていうこの気持ちの高ぶりね、あー行ったるぜー、あーあーあー、では失礼いたします。